マキシム・ジャック・マルセル・ヘルハーヘンは、オランダの政治家。マーストリヒト出身。1986年、ライデン大学から歴史学の修士号を取得。大学在学中は、左派求心主義と、右派自由民主国民党の双方に関わった。1976年、キリスト教民主アピールに入党。セディ所属のウストヘイスト審議から1989年に、 欧州議会議員に当選、1994年まで務めた。後に、第二院議員に当選。2002年7月11日にセディの第二院院内総務になった。2007年に発足した第四次、バルケネンデ内閣で、ピーテル・ファン・ヘールの公認として、外務省に任命された。労働党所属大臣の一斉辞任後は、一時的に、開発協力省も兼務した。 2010年の総選挙において、セティが大敗すると、バルケネンで首相は即日辞任、フェルハーヘンも、院内総務職に戻った。2010年10月14日、ルッテ内閣で、経済、農業、イノベーション担当省と副首相を兼務した。モンシニョールのフランソワ・バッケが、強行特使として、オランダに来訪した折は、同性愛者の権利擁護団体の要請から、 同性愛者の権利に否定的なカトリック教会を非難した。一方、問題発言で知られる聖ピオ10世会のリチャード・ウィリアムソン司教の波紋が浮上した際はこれに懸念を表明している。福島第一原子力発電所事故後もフェルハー編は原発建設の姿勢を変えていない。ありがとうございます。